皆さんこんにちは、第7回ゆるっと座談会を始めたいと思います。今日はですね、2時頃になんと畑中さんの主治医といいますか、息子さんの主治医のルクス足屋クリニックの、白谷先生が出演してくださることになっておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。たくさんご参加ありがとうございます。畑中さん、今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。楽しみです。どうですか、息子さんの後食欲の秋。そうですね、移植が終わってだいぶ経ったんですけども、なんか日々日々こういう変化がありつつですが、日曜日にですね、神戸にある初めて行ったんですけど、動物王国、神戸動物王国っていうところがあって、そこにね、子供3人にみんなで行ってきたんですが、ここがすごくこう体験型の、結構動物を触る体験する、動物園なんです。で、次男は好きなんですけど、長男は触れなくって今まで、そういうところに行ってもなんかこう家族が触ってるのをもう怖くて遠くから見るとか、もしくは動物が近寄ってくると逃げちゃうとか、そのあたりがすごくですね、顕著で、今回もどうかなと思ってたんですが、これ本当にもう初めて、今まで動物園の中に初めて自分から動物に触れたいとか、で初めはちょっと怖がっていても兄弟たちがこうカンガルーとか触れたりするんですよね。一緒にカンガルー触ってみたいって触ったりとか、動物とわさわさ触れ合う様子を初めて見て感動したんです。他の子供たちと同じように触れ合い体験みたいになりそう。すごく印象的でした。ああ、そうです、ね、ちょっとほら子供さんによってはね、犬とか猫とか特に怖がる子供さんいますもんね。初めての経験、あれですよね、ポートアイランドにあるとこじゃないですか。そうです。うちのプラントポートアイランドにあるんですよ。2つぐらい手前の本当に広大な敷地にね、私も一回行ってみたいな、孫連れて。ぜひ、なんか面白かった。本当にこんな研究所とかがたくさん並んでいる施設の中に、こんなに動物いるんだと思ってびっくりしました。そうですよね。なんかすごい研究施設みたいなところがどんどんって立ってるところですよね。今までね、羨ましかったんです。そういうところに連れて行って、家族みんなでこう動物かこ、まあ、こうかかってね、わさわさ楽しそうにしてるのを、やっぱりどっかでいいなって思ってたり、いつかこの子も、まあでもまあそれで生きていけないわけじゃないし、いいかってどっかで思ってたのが、今回すごい楽しそうに過ごしてる長男の様子見て、なんかね、嬉しかったんです、親として。なんかほら、春休みはジェットコースター乗れたっていうことをね、教えてくれはったんで、なんかできることがどんどん増えて嬉しいですね。なんかこの前学校の遠足で鈴鹿サーキット行ってきたんですけども、そこでもジェットコースター乗ったみたいで、それをこう支援学級の先生がすごいびっくりされて、こういうそのタイプのお子さんってこういうその校外学習行って鈴鹿サーキットとか行ってもジェットコースター乗ろうって周りの友達が言っても断る子が多いんだけれども、畑中さんとこのお子さんは一緒に行くって言って乗って楽しそうに帰ってきたんですって言ってくださったのが嬉しかったです。なんか友達とのね、こうできることもどんどん増えていけはるような、そんな感じですよね。相変わらずいいお兄ちゃんですか。相変わらず弟たちにとってはいいお兄ちゃんで、ちょっかいも出して喧嘩もしますが、いいお兄ちゃんです。本当に移植が終わった後も変化がこうあるって、やはり成長も当然子どもさんしてはるし、ますます菌たちが仲良くなっていくのかもしれない。この間面白いことがあってね、フローラバランス検査、すごい大変な思いしてしてくれはったじゃないですか。うんこ取るってまあまあ小学生の男の子にしたら嫌だなことをやってくれはって、で移植の前と移植の後って、移植の後ってドナーに近づく方多いんですね。定着するから菌が。でも今3ヶ月後とか半年後にまた取っていただく方もいらしてね、そうするとやっぱり自分のもともと持ってた菌たちが獲得するって感じになるんですよ、新しい菌たちを。なるほど。きっとこう
いい感じのこうなんていうんだかね、あの商談成立したよなみたいな、なるいいわとか、あもう今もちょっとあの一緒にやろうみたいな、なんかそういうこうなんていうんだろう、金たちの話し合いがなんかどんどんお腹の中でね行われてるんやろうなっていうのをなんかちょっと感じるような検査結果でした。最近ねそういう形であの長期間どういう後の変化をねあのお知らせいただくことが増えてきましてね、うん、あのそういった意味ではすごいこう私たちも、まあ、まだまだこう腸内細菌のことって分かんないこといっぱいなんですけど、いろいろ知ることがなんか出てきたなっていう気がしてます。はい、はい、でもなんかそれ嬉しいですね。なんかこう同じドナーの入れてなんか同じコピーがたくさんできるっていうのはなんか不思議、うん、なんか不思議、なんかあんまり、うん、しっくりこないですけども、うん、同じドナーの便を入れてとしてもその人なりの一番いい形に落ち着いてこうそこで菌たちが生きていくっていうのが、うん、なんかこう個々によって違うっていうのもなんか自然でいいなと思います。いいですよね。でも本当ね自然でいいなって本当にそうなと思って、クローンを作るんじゃないので私たち決して、うん、であの今よくあるのってこの菌いいよっていうようなことが出たりしますよね。例えばエコール酸性株をお肌プリプリにするとか、でそれだけを培養してなんかサプリにしようとかいうような動きってあるんですけど、私たちは自然そのままがいいと思ってるんですよ。やっぱり菌たちって単体ではなくってこう仲間であの話し合いがあると私たち思ってるんでね、なんか本当そういう風になんていうんだろう、ドナーは一緒やけどそのねあの患者さんだったり子どもさんが違うとまた違うっていうのも本当にすごいなと思ってます。はい、きっといいご飯食べてはるんですよ。お腹の中でたものね。そう、なんかご飯の時間もやっぱりこう穏やかになると楽しく食べれますね、うん、なんかするとやっぱり食事の時間も楽しくなったりとか、うん、こうなんか全部つながってるんだろうなってなんか移植受けた後に思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、あの本当畑中さんとは、6月からこうやってゆるっと座談会を毎月お付き合いいただいてるんですけども、まあ、あの頃ちょうどクラウドファンディングをね始めた頃でこの ASD の子どもさんたちに明るい未来をということで腸内フローラ移植をもっと広めたい、安全に誰でもが受けれるような医療にしたいなって大見を切ったわけですが、あの頃で300万以上のご支援をいただいたわけなんですが、まあ、その後私たちも、まあ、学術大会畑中さんにね参加いただいた学術大会を開催したり、今私たちは次のステップに、まあ、なんか進もうとしてるんですね。畑中さんね今回移植を受けようと思っていただく前にやっぱり不安なことって動画の方にもね載せていただいてるかと思うんですけども、まあ、一つは、まあ、安全なのかで効果はあるのか、あとお金のことってちょっと気になりましたよね。ありましたいろいろみたいな値段じゃないですよね。即決はできなかったですね。即決はできないですよね。できなかった、うん、でやっぱりね本当にそういう意味では自由診療という中で今移植を受けいただいているので、どうしても費用が高くなってしまっていてですね、やはり保険では受けれないんですかっていうお声よくいただくんですね。興味はあるんですけどやっぱり費用がっていうところで、ちなみにね風邪ひいたら保険診療で行きますよね。保険証持って行きますよね、はい、でお薬も保険で出してくれるじゃないですか。保険になるっていうのってどういうステップか、畑中さんでは質問です。3分で説明してください。どうですか、保険で受けれる医療になるってどういうことでしょうか。なんか私も詳しくないんですけど、いわゆるなんかこうマウスの実験とか、なんか薬の安全性からなんか動物実験があって、うん、で人体実験があって、うん、検査結果見て本当にいいってなんか承認されてっていう、なんかそれこそ薬によっては何十年も使えるようになるまでかかるぐらいすごいことなんだろうなっていうぐらいしか分かってません。素晴らしい、もう正解です。本当に薬ってねやはり自然にあるものじゃないので、まず安全か
で効果があるかっていうのって、あの人間でいきなりできないわけなんですよね。でもあの動物でやって安全で効果があっても人間に使ってみるとダメだったってこともよくあるんですよ。やはり人間って複雑なんですよね、マウスちゃんとかよりももっと。でそういう意味ではあのこの腸内フローラ移植っていうのは今どういうことが日本で行われているかというと、あの複数の大学で治験という、あの、まあ、言ったらこれが本当に安全で効果があるかっていうのを検証するという段階で、一部 の、 あの病気、潰瘍性大腸炎とか過敏性腸症候群とか、要するに炎症性の腸疾患ですね、で行われているっていうのが一つと、もう一つが私たちの研究会のように、あの臨床医の先生たちが自由診療で、あのこれは目の前にいる患者さんにとってあの効果があるというふうに、あの、まあ、医師の判断であの行ってくださるものなんです。自由診療っていうのはいろいろあります。あのがんの治療であってもそうですし、まあ、栄養療法も自由診療であることがもちろん、サプリもそうですね。そういう意味ではあのそういうようなたくさんある中で、じゃあ保険診療になるにはどういうちょっとステップがあるかっていうのをちょっと簡単にお話しすると、あのおっしゃったように、まあ、マウスから始まってってあるんですけど、それ以外にね、今あの先進医療っていう新しい制度ができてるんですね。でやはりあの例えば今回のコロナの治療薬とかでも、まあ、本来だったら今おっしゃるように何年も動物実験とかあの重ねて安全性してからってなると、もう5年も10年も経ってて、いやもうコロナって終わってるやんみたいなになるような時に、まあ、特例措置としてっていうようなこともあの今実際行われてます。で特に海外って結構早かったじゃないですか、ワクチン出るのもね、あのそういう意味では。で今日本でね、先進医療っていうのが、行われてるんですけどね、その中で、腸内フローラ移植ももうすでに先進医療として、まあ、審査がかかるというか、まあ、検証されてるっていうものなんです。ちょっと厚労省のホームページの方を、共有させていただきますね。正直難しいのでここで私説明しのやめときますただどういうことかっていうと、あの他に治療がない病気であって、で、これはですね、もう海外特にアメリカってね、多剤耐性菌、要するに抗生物質使いすぎて抗生物質効かない体になっちゃった方が毎年50万人以上いて、そのうち3万人以上の方が亡くなってたんですね。で、アメリカとしては非常に、大きな社会問題になっている病気やったんですけど、腸内細菌たちがもう言った荒野のようになっちゃってるような状態のことなんです。でその方に健康な方の、まあ、腸内細菌を移植をすると良くなったっていう事例が相次いで起こって、でそういうことが2013年ぐらいからですね、ちゃんと統計的に取られたりして、うん、今アメリカではそのクロストリジウムディフィシル症候群っていうんですけど、この病気に関しては第一優先すべき治療法であるっていうふうに言われてる病気なんです。なので日本国内ではまだまだこれそんな多い病気じゃないんですよ。日本人はそんな多くないんですけど、まあ海外で実績があるから日本でもっていうので先進医療がこれ今スタートしています。で23人でスタートしてるんで、これすごい人数少ないんですよね。まあ、それこそ薬となるとなんか1万人ぐらい試したりとかしないとなかなか薬って認可下りないんですけど、もうそういった意味では非常に小規模であっても、まあ、効果と安全性がある意味担保されているものはこういう形で早くに保険収載に行くような制度っていうのができているわけです。でじゃあ私たちもこれやったらええやんって思いません思いますよね。で私たちも次のステップに進みたいなと思うんですけど、その前にもう一つやらないとあかんことがあって、で今は臨床医の先生方が患者さんに移植をしてくださるわけなんですけど、その際にですね、やはりちゃんと効果があったかどうかって客観的に見ないとあかんのですよ。A というお医者さんはすごい良くなったっていう評価ですけど、 B という方は良くなったかどうか僕よう分かれへんなみたいなことでは困るんですね。もちろん保護者の方の主観だけでも困るし、ということで、まあ、いろんな
検査であったりとかを、まあ、複数的にやって、あのその効果を検証しましょうっていうことを今取り組んでやってます。あのホームページの方に取り組みの方は掲載させていただいてるんですけど、まあ、こういう方法でこういう検査をご協力お願いしますっていうふうに書いてるのはそういうことなんですね。っていうようなことを経れば保険収載される可能性が開かれると。開かれるいつやねんって話です。厚労省の方早くうんって言ってって感じですけどもね。はい、本当ですね。なんかこうそこまでいくと本当に一歩踏み出しやすくはなりますよね。ぐっと身近な感じがするので。確かに。でもなんかこういうのってすごい時間がかかるってよくね、テレビとか雑誌とかでも言って、なんか難しいですね。なんか待ってたら、私の子供今10歳ですけども、あっという間に成人しちゃいそうだし、待ちたい気持ちもあるけれども、やっぱりこうなるべく頭が柔らかい、なるべく年齢が若いうちに変化を感じたいっていう思いもあるしっていうところが親としての葛藤だろうなと思いながらね、なんか本当にそこが明確になるとあれなんですけど、なかなかやはりだってやっぱり保険収載で受けれるってことは、その7割は、まあ、他の方の保険料とか、まあ、税金を使うわけですよね。だからこういい加減なものに対しては保険収載ってやっぱりなかなか降りない。だからそういった意味では一つの信用にもなるし、私でも一つびっくりしたのはね、保険で効く薬ってもう効くからなってるんだと思うんですけども、どのぐらい効いたら保険収載されると思います？何割ぐらいの効果があったらこの A という薬が。ちょっとちょっと縛めると、じゃあ抗がん剤に関しては何割ぐらいの方に聞いたら新薬として認められるか。いや、なんか厳しそうですよね。なんか7とか7割とか8割とか、うん、まで、まずそんな薬はない。ないか。わけにはないんですよ。約2割って言われてるんです。2割でと、そうなんだ。言われ、もちろん他にもありますよ。安全性であったりとか、今までの技術にはない、何か新しい技術があるとかね、そういうことはあるんですけども、効果で言うと、約2割って言われてるんですね。ポジーボもそうですよね。効かない人っているじゃないですか。はい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 。本当に高額な、治療で。だから、まあ、今一部、保険適用される疾患にもなってきましたけど、このがんにはいいみたいな。だけどそういうものなんですね。まあ、そういう意味では今の私たち腸内フローラ移植を ASD の子どもさんにしていただいて、畑中さんちょっと面倒くさいアンケートみたいなの協力してくださってるじゃないですか。はい。数とかいうなんかもういっぱい書かないやつですね。はい。いや、なんでこんなん書かなあかんねやろみたいなあるんですけど、まあ、そういうこう いわゆる標準化された聞き取りのアンケートであったり、まあ、この間お話しいただいたゲイズファインという視点であったり、はい、私はフローラバランスであったり、そういうものを複数で見て変化っていうのを今、まあ、言ったらほんまに効くんかの証明をね、なんとかしたいなというふうに思ってるんです。なるほど。だからなんかお話を聞きして、やっぱり一番危惧するところって安全なのかっていうところが、効果もそうなんですけど、やっぱり子どもの体の中に入れるっていう時にはやっぱり一番不安だったなって思うんですね。ただ先日の学術大会でも感じたんですが、ASD のところに関してのその研究結果はまさに今進んでるところだけれども、その腸の疾患っていうところにおいてで限定するなら、まあ、他のASD 以外のところにももうすでに移植の実績は国内外たくさんあって、うん、その中で害がない、要はまず体に負荷というか害がないというところに関しては、うん、結構なデータと長年の蓄積の研究結果が出てるんだっていうことが、なんかすごく私は安心にはなったので、うん、なんか多分まずそこで不安に思ってる方も多かったり、自分もそうだったので、はい、その上に変化が出るといいなっていう期待がみたいな、ね、まず安全じゃないとね、本当に副作用出たりとか、うん、実はね、私たちもそうなんですけど、いわゆる有害事象っていうのを
あの報告いただくようにしてるんですね。やはり中には下痢がひどくなったりする方もいらっしゃるし、まあ、おかげさまで ASD の子どもさんたちはほとんどあの軽度なものでも数日で亡くなっちゃうことばっかりなんですけど、海外でやっぱ死亡事故とかもあるんですよ。でなぜかな、その原因は何かっていうと投与方法がほとんどなんです。で投与方法っていうのがあの、まあ、よく私たちが、ね、あの大腸の検診とかするときに、まあ、たっぷりな下剤を飲んで内視鏡をするんですけど、まあ、もともと腸に炎症があったりする方はそれだけであの腸粘膜を傷つけたりとかっていうような論文はもう今海外で発表されているんですね。いやまあね、畑中さん受けていただいたからご存知の通り、うち内視鏡を使わないで、だから抗生剤も使わないし、下剤も飲まなくていいし、何やったら普通に朝ごはん食べて、あの本当に柔らかいゴム あのチューブをお尻から入れる、あのでちょっと感覚が過敏な子どもさんには、あ、なんか入ったってなるかもしれないけど、すごい痛いわけでももちろんない、うん、ということでは、その投与方法による有害事象は一件もないんですよ。そういう安全性っていうのもね、やはりうちは安全ですって言ってるんじゃなくって、なんか他の論文とかと比較して、うちは高校だからここが安全ですとかいうようなことをなんかちゃんと出していくと、もしかして厚労省の人がよく聞くし安全だし保険収載にしてあげようかって言ってくれるかなってちょっと思ってます、ね、はい、早くそういう日が、ね、来たらいいですね、うん、ね、本当にそう思います。あのまあ、いつもね、あの畑中さんの体験をあのイラストにねしてくださってるんですけども、まあ、今日この後あの白谷先生が入ってくださるんでね、あの今回のイラストってもうまさにあの検査結果を受診したり、もう受診をしたそのイラストをご用意いただいているので、はい、ちょっと見ていただければなと思います。はい、わかりました。じゃあ今日まさにこの後出てこられる院長先生の病院に行くところのシーンからちょっと息子の移植を振り返ってみようと思います。はい、はい、じゃあちょっとざっといきますが、まあ、やはりこういった子どもたちを病院に連れていくっていうことだけで、うん、やっぱりこう結構負担で本人も行きたがらないって思うだろうし、うん、まあ、行きたがらない、病院行きたがらない子なの で私もめっちゃなんかまた大変だなとか、うん、あと他のね、あの患者さんとかにご迷惑かけないかなとか、嫌だって逃げ出して追いかけなきゃいけないんじゃないかとか思ってたんですけれども、事前にすごくこうあの今回私とか行った病院はルークス芦屋なんですけども、ルークスはですね、あのどういったところにお子様は苦手でどういう対応を気をつけてほしいですかということを、うん、あの初めに行く前にすごく細かく聞いてくださったので、うんうん、例えばそれがすごくね私にとってはこの病院大丈夫かもしれないって思いました。で、例えばうちの子はやはり緊張してる時にあの話しかけられたりとか、知らない人が近づいてきたり、これがこうポジティブな反応だったとしても、なんかこうニコニコだったとしても、やっぱりそれが負担になって逃げちゃったりとかしてしまうんですね。なのでそのあたりとかもあの事前にお伝えしておくことで、あのうまく回避できたなと思います。で、なんか病院もなんか私がイメージしている無機質な病院ではなくて、なんかこうカフェと病院の間みたいなすごいね、あのホッとする空間だったので、なんか子供も息子もこうあまりこわばることなく入れました。で、例えば初めて会った方にこの消毒とかもですね、直接話しかけられたらもう緊張しちゃってもう手汗かいちゃう息子なので、うん、まず私に何かあのやってほしいこととかがあると、うん、あのまず私に話しかけて、私から例えば息子さんに消毒お願いでつきますかって声かけていただき、うん、私からあ消毒するって聞くと手出すみたいなことからスタートすることができました、うんうん、あ、なるほど。はい、でこれがね、先ほどあのお話もありましたゲイズファインダーといって、実際に視線を実際にデータで取って、あのうちの子がどんな風にあの世の中を要は可視化して見てるのかっていうことが客観的に分かるもので、これもねすごく面白かったです。はい、でいよいよこの後ですね、うん、先生が登場いたしますでこんな風に検査あの要は画面を見ながらゲイズファインダーをした後に、じゃあいよいよこのタイミングではもうだいぶ前に取った便の検査結果が出ていたので、いよいよその検査結果を先生から説明を受けるということで診察室に入りました。
でここになんかの赤とか緑とか青とかこう見えてると思うんですけども、うん、これが実際に息子のフローラバランスが、まあ、色分けしてあって、でそこに対してこの色は何なのかということとかを先生からご説明をいただき、なんか便からこんなことまでわかるんだとか、なるほど、こううちの息子の場合はその口腔内のその口の中の菌がそのままお腹に降りてるみたいなこととかも出てて、まあこれは結構自閉症の子たちにもよく出てくる菌でみたいなこと説明いただいたりとか、まあなんかやっぱ全部つながってるんだな腸の中にっていうのをこの説明を聞きながら感じたのを覚えてます。であとなんかそれ以外にも食のこととか腸のこととか気になることないですかっていう風に聞いてくださったので、まあ、うちの子すごい量を食べるので食べ過ぎが心配でっていうことを話したら、うん、まあ、その菌のバランスから見ると、まあ、そんなに多様性の菌のバランスがあるから量に関しては今のところそんなに神経質に考えなくていいですよという風に言っていただいたのもすごくねほっとしました。あとこの時この絵にはしてないんですけども、うん、もともとすごく便が緩くって、うん、これはもう子供の頃からもう小学今5年生ですけれども、うん、ずっとねどっちかとずっと緩かったんですね。でそんなこととかもお話ししたら、まあ、この後ひょっとしたら移植をしたことですることで変化があるかもしれませんって言っていただいたんですが、うん、で結果今本当にねバナナウンチになったんですよ。よかった。あれほどずっと緩かったのが、バナナウンチになってるみたいになんかね、すごいこれはね、ちょっとこれはちょっとここには載ってないんですけどびっくりでした、うん、で実際さここから移植についてどうしますかっていうご説明をいただき、でまあ金額も高いし、もちろんその即決するものでもないのでよくよく考えていただいていいですよっていうことを教えていただいたのと、あとまあ食事から取り組むこともこういうことは方法としてありますっていうことも言っていただいたのはなんか私にとっては安心でした。はい、こうね、このデータを家に持って帰って、まあ、家族で相談するた時にうまく説明できなかったりとか、例えばおっしゃってたのがこの日はパパと一緒に行ってないんですけれども、うん、改めてパパも一緒に説明を聞きに来るとか、あとはおじいちゃんおばあちゃんが聞きたいって言っておじいちゃんおばあちゃんが LINE されたりとか、うん、みんなで納得して受けていただく家族ね合意して受けるために必要なことがあれば何回でも説明するので来てくださいっていう風に言っていただいたのが、うん、なんかこう一人で全部決めなきゃいけないんじゃなくって、あ、病院も一緒になんか説明してくださったり一緒に考えてくださるんだっていう風に思えたのがなんかすごくね安心できました。はい、ありがとうございます。じゃあその白谷先生が入ってくださいました。なんと言いたいでしょう今白谷先生のことを褒める時間でございましたじゃあ白谷先生今日はありがとうございます。診察と診察の間の時間で15分ほどはいてくださるということで、ぜひね畑中さんときっとこうだったねああだったねみたいな話もちょっとしていただければなと思います。私ちょっと黙ってますんでお願いしますお願いします。振ってください、ね、先生初めて息子連れて行った時なかなか部屋にも入らなかったですし、そうでした ね、なんかちょっと緊張しているのでよく分かったので、まあそういう子割といるのでね刺激しすぎず、あまりこっちが介入しすぎずでも様子は見たいしってところで、なのでやっぱりオンラインだとなかなかそこが伝わらないところがあるから、やっぱりリアルで見させていただくってことは大事かなと思ってるので、まあハードルは高いと思うんですけどぜひ連れてきていただいて一回顔をね私たちスタッフと顔合わせさせていただくっていうのが大事かなとは常々思ってるところですけどね、そうですね、先生だけでなく本当に看護師さんの皆さんが本当少しずつ息子の子緊張を解くような距離感をちゃんと取りつつですね関わってくださったのがすごい印象的で、時間もかかったしさっさと次の工程に行けないうちの息子に気長に関わってくださってたなって思い出します。まあ初めからそれがみんなできてたかって実はそんなことなくって、まあいろんなお子さんが今までいらしてくださったのでいろいろそこから勉強させてもらってスタッフも学んだところも多いと思うんですよね。もともと私も小児科医ではないので、
なのであんまり小児科を見る機会はなかったんだけど、最近まあうちの子供もいろいろ問題があったから、それもすごく勉強にはなったと思うんですけど、まあそれもあって、うん、少し子供を見る機会が増えたので、まあそれもある程度役には立ってるんだけど、まだまだやっぱりね、お子さんも帰りちょっとね不安定になった感じもあったので、我々もまだまだ学ぶべきところがいっぱいあるなと思ってますけどね。はい、いえいえ、なんかこう逆に私たちその親って子供を小児科に連れていくか歯医者に連れていくか、まあ、こういうその発達系の先生に見ていただくか、大体こんなところが多いんですね。で篠谷先生のところにお伺いしたときに、初めてこう食べ物のこととか腸のこととか、うん、こうそこまで逆にそこを詳しく聞けたことが、私はなんかこうすごく新鮮で面白くって楽しかったです。あんまりないでしょうね、その限られた時間で診察診断して、でまあ今ガイドラインとかってあるから、ガイドライン通りに診察をしようと思ったら、うん、まあなかなか食事のことまで介入できない方も多いんじゃないかなと思いますけど、うん、まあそこに気づいてらっしゃる先生がどれぐらいいらっしゃるかわかんないけど、多分まあ少数派だと思うんですけど、そういう先生もなかなかシステム上そこに関わることが難しい先生も多いかもしれないですね。本当になんかこう風邪をひいて、なんかこの風邪に対しての薬をもらうとか、そういうその処置のことを話す時間が病院ってイメージだったんですが、今回自由診療で病院に行くっていうことが私も初めてだったので、それもすごくこう、あ、こういうことまで話していいんだとか、こう良くなるために、なんか病気をなんかマイナスから戻すっていうより、今の状態をどう良くしていくために一緒に先生が考えてくださってる時間だなっていう風になんか思えたのが、なんか毎回こう行くのが楽しみになるなんか要因になってます。まあ2回目以降はなんか慣れてらっしゃる感じがよく手に取って分かるようになったので、それはこっちはすごく安心材料であったんですけど、はい、まあそうですよね、普通病院行くと悪いとこ探しなので、そこが悪いよ、あそこが悪いよ、なんか何々が足りないから足さないととかね、まあこれ飲まないとこんなことが起こるから飲んどいた方がいいよと脅されたりとかっていうことで、まあそういう側面も必要な時はあるけど、本当に大事なのはやっぱり体が何をしたら喜ぶかとか、もう少しなんか生活の面ですごく治療的な意味合いのあるその取り組みっていっぱいあると思うんですよね。まあだから結局は本当はそこに気づきさえすれば医者いらずじゃないかなという気は私ずっとしてるんですけど、ね、なるほどなるほど、うん、そうですね、確かになんかそれをこう日頃見過ごしちゃうんですけど、バタバタしてて、なんか改めて、まあ、今回その便を取って検査結果が出て、客観的にあえてこうデータを見ながら説明いただくと、なんかやっぱすごく分かりやすかったです。あ、こうなってんだうちの子の腸の中みたいな。そしてこう特にうちの子の場合、初めのデータでその口腔内の細菌がお腹に出てて、腸のところの細菌出てたのが、移植後には今回先日ね、ちょうど今月ご説明いただいた時には、ほらなくなってるねって言われた時に、あ、変わるんだとか、なんか初めの時に口腔内の細菌が降りてるねって言われた時に、親としてそれどうしていいのやら、なんかその事実を、じゃあもっと歯磨きしたらいいんですかとかどうしたらいいんですかみたいな感じだったのが、あ、本当にこの菌なくなってるっていうのが、なんかこう視覚で見えた時に、おお先生すごいみたいななんか思いましたね、すごいですね。なんかまあ、うん、それぐらい体はすごいってことですよね。あ、確かに、ね、まあなんか、うん、まあそのこれ今話すことじゃないかもしれないけど、その移植をすることがすごいじゃなくて、移植をしてもちゃんと受け皿があって、それが反応するシステムがあるから良くなってるっていう話ですよね。だからポテンシャルはみんなあるってことですよね。ああ、なるほど、そうか、そのポテンシャルが働きやすいように、押したり引っ張ったりしてるってところなんですかね。まあそれもあまり介入しすぎるとそれが働かないから、ほどほどにみたいなのが私はいいんじゃないかなといつも思うんですけどね。あー、そっか、みんな持ってる体のその力が自然に動くように
介入しすぎずってことですね。そう、はい、そうだからあのフローラも ABCD 判定とかその成績表にしちゃうとすごく、ね、前おっしゃってくださったけど、うん、すごく誤解を生むと思うんですよね。だからあくまでも個性で、うん、これをこう生かして、もう少し皆さんがハッピーになれるようにというふうに考えた方がいいかなという気はするんですよね。確かに。だからまああの力ずくでそのいわゆるいいフローラバランスに持っていくみたいなのを思えば思うほどうまくいかないと私は思ってて、あ、うん、だからまあ個性化、まあ、よりその人にとった個性化があの叶うといいかなという話ですよね。だからまああの総会の時も言ったけど、そのドナーに近づけることがゴールじゃないと思いますよね。だからそのドナーの金をもらってあのその人の個性化をこう後押ししてあげるみたいな。だからまあフローラも全然見たことないようなフローラになるのが本当はいいのかなという気がしますけど。なるほど、その子その子によってってことですね、うん、なるほど。なんか不思議ですよね。なんかそのドナーには必ずしも近づかないけど、ただなんかやはり日々生活してる親から見るとやはりその子供の生活って我が子の日常と穏やかになりましたし、今でも覚えてますけどあの写真撮ったじゃないですか、ね、あの待合室で、いやもうあれすごいことであのしかも写真に絶対収まらない、なのでいつも今まで息子の写真はどちらかっていうと隠し撮りでなんかこうさ、はいチーズっていう画面には入ってくれないので、集合写真には家族写真にもいつも旅行の時に息子だけ長男だけいないのが初めて、そんなあんまり慣れていない場所で、であのじゃあ今撮るよっていう瞬間に初めは逃げましたよね。初めは多分さっと入れなくて逃げたんだけれども、ずっとこっちを見てて、でパッとピースして入ってきてニコって笑ったっていう、あの結構もうあれは親としては衝撃的で入ってきた自分から私がこうなんか先生立ってくれてはるし早くこっち来なさいって引っ張り来ようかと思ってたんですけど、自分から入ってきたっていうのがちょうど離職受けた直後だ後だったと思うんですけれども、なんかすごいびっくりしたの覚えてます、ね、そうでしたね、うんうん、驚かれてたのですごく感動しました。はい、なんかこういうね、なんか変化が少しずつ今日常にもちょこちょこっとありますし、なんか、うん、あそこの場所に子供が行くこともどんどん慣れてきているので、なんか良かったなって思ってます。これ全然仮説なんですけど、まあその他者、そのドナーの他者の基金が入るってことがすごく意味があって、うん、そのやっぱりそのフローラもそうだけど、この日常生活でもこの他者との交流とか新しいとかが苦手っていうのはやっぱりそこすごくリンクすると思うんですよね。だから強制的にちょっと他者が入ることで自分っていうものがもっと見えてくるっていうか、他者と自分との関係性っていうのが見えてくる、うん、でその関係性がうまくいけばそのドナーの菌と自分の菌の相性がうまくいけば、その実生活でも他者との交流がうまくいくんじゃないかな。これすごく仮説なんですけどね、全然仮説なんだけど、だからまあその実世界で他者との交流をうまくいかそうと思ったらまず微生物からみたいな、うん、まあだから別に移植じゃなくてもいいとは思うんですけどね、移植じゃなくても微生物の交流がうまくいけば実世界で他者との交流がもうちょっとスムーズにいくんじゃないかと、うん、あでもなんか今のイメージとしてそんな感じがしてるんですよ、ね、確かに。だから彼の場合もだからね、他者のフローラが入って、うん、うまくいったんでしょう、ね、うん、うまく折り合いがついて他者との関係性距離感みたいなのがちゃんとあのうまくいったことで、その今まで緊張してた他者との交流っていうのが彼の中で受けられたんじゃないか、仮説ですけどね、あの妄想、半分妄想ですけど、そんなことを思いながら治療させていただきました。わあ、そうですか。でもなんか今のすごいしっくりくると言いますか、その他者もそうですし、なんか本人から見れば不安だったり未知なものこう、うん、私たち親大人とか周りから見ればそこの距離歩くのそんなに不安ちゃうやんって思う距離も、本人から見ればすごい一人で歩くことが不安だったりする、本当5メーター6メーターとかが
今回移植をすることでその他者との距離感とか、今まで関われなかった人に自分から近寄ってみれたり、その今まで不安だったものがちょっと関わってみようって歩み出せてる感じがするので、うん、なんかこう、うん、おっしゃる通りこう違うものと触れるとか、うん、そういったものの微生物がこう交流するってなんかつながってそうな気がします、ね、そうですよね、きっとつながってるんだろうと、まあそれ今証明する術がないんですけど、うん、きっとなんかそういうコミュニケーション取ってるんじゃないかなと、すごくなんか深いところで関わってるんじゃないかなとで思うのも、実はその成人の方のこう移植をやってて、うち夢の聞き取りをしてるんですけど、うん、夢が変わってくるんですよ。で夢ってすごく無意識レベルの情報がいっぱい、うん、出てくるので、まあ、それの聞き取りをやってると、やっぱり移植前と後では夢の質が変わってくると。面白い。移植した直後、当日とか翌日とかはそれこそ今まで、知らない人が入ってくるとかね、何かわからないものに追いかけられるとかね、他者が入ってくる夢を、それを想起させるような夢を見られる方が多いので、まあだから彼も無意識レベルではちゃんと体は他者が入ってきたのを分かってるはずなんですよね。面白いですね。ね。なんか意識とつながってるってことなんですね、やっぱり。うん、すごくつながってると思います。意識、無意識、感情、情動、その辺とすごく関係してると思いますね。確かに、なんかその本当にこう移植をする前、その要は移植しようと踏み切る前は、感情と移植と腸がつながってるっていうのがもうどうにも私にはピンとこなかったんですけども、今はなんかすごいなんか理解するより体感してる感じなので、あ、本当に感情と腸のあり方ってつながってるのかもしれないっていうのを、なんか息子のこの感情の起伏の穏やかさとか、前だったらここでもっと弟たちにきつく当たってたなとか、なんだったら物投げてたなっていう時に、おお穏やかだぜみたいななんかつながってるなっていうのはすごい、なんかね、不思議ですね。そうってすごいですね、そう思うとね。腹が座るんですよ、だから腹が。なるほど。なるほど、うん、そっか、腹が座るんだ、うん、ね。なんかこの間ね、ちょっとお話挟むと、初めて動物園で動物とになんか近づくことができたとか、なんかよくね、動物と触れ合うって一ついい影響が近的にですけどあったりするんですかね。今までは結構拒絶してたというか嫌だったんですよね、動物。そうなんです、触れなかったんです。それがもうまさにこの前日曜日、神戸動物王国に行って初めてわさわさと動物たちと触れ合うことができて、おーって変化を感じた先週末でした。なんかいっぱい金もらったかも。ね、もらってきてるでいいなと。ね、まあ微生物はやっぱり、うん、やっぱりただの腸内細菌も私たちの共同生活人ではなくて、ね、いろいろ影響を与え合ってる非常にすごい存在なんでしょうね、きっとね。うん、だからまあ動物いいですよね。ちっちゃい頃から動物を触れてる子の方がいろいろ病気は少ないって話もやっぱありますから、うんうんうん、そうなんですね。だからまあそういう意味では多様性をどんどん増やす方が、だから3密を言ってる間は全然多様性広がらないですよね。そうですね、開けてたらあかんですね、3密にしないといけないですね。うん、本当ですね。なんかそういう場もね、ちゃんと作っていくことがきっとこのなんか周りも、私が子供のね情緒とかにつながってくると思うと、なんか動きがいがあるなと親としてすごい思います。うん、なんかすいません、私がいろいろお聞きしてしまったんですが、なんかこう皆さんからこう先生がいらっしゃる時だからこそお聞きしたいこととかって、もしあったりしないのかなとか思うんですけど、どうでしょう。ちょっとチャットでは急にもう先生もそろそろ、はい、お時間かもしれませんけども、また何かあれば後でまた先生にお聞きしてお返しするようにもいたしますし、やはり私もね、先生のとこ何度か行かせていただいてるんですけど、先生だけじゃなくって看護師さんや、もう本当にこう一つのチームといいますか、もうそのなんか取り組みが本当素敵やなって思います。
なんか先生もやはりね、経験 ASD の子どもさん経験がない中で、あのもう腸内フローラ移植はもう本当にもうすごいベテランでいらっしゃってくださるんですけども、まあ、そういった中でいろいろ工夫もしてくださって、あのいかにこうスムーズに受診していただけるかっていうのをなんかすごい肌で感じるクリニックです。先生のところならではの先ほどのね、あの夢の話もありますけども、まあ、他のクリニックではされてないですけど、あの臨床心理士の方がいらっしゃるので、あのそういう心理セラピー の箱庭であったりとかも、まあ、されてらっしゃるので、まあね、ちょっと心配なことがあったり、あのどうなんかなとかいうことは、あの一度ね、先生のところにそういう意味でも尋ねていただければと思います。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。聞いちゃいました先生ちょっと午前と午後の診察の間のこの時間みたいな形で、今日はいつものゆるっとの時間もずらして、あの開催させていただいてるんで、あのもしあのチャットの方で何かご質問とか、あのある方がいらっしゃれば、あの私で答えれることはお答えしますし、あの畑中さんの方にあのお答えいただくことをお答えしたいと思います。ですね、こちらでいつもはこの後ブレイクタイムを取らせていただくんですけども、まあ、ちょっと白谷先生にこういうことを聞いてみたかったとか、畑中さんとのお話の中であの聞いてみたいってことがある方もいらっしゃるかと思うので、今回はブレイクルームを使わずに、一旦こちらの方で配信を止めて、公開しないということで、あの皆さんからいろいろお話聞かせて、あの質問を受けたりさせていただきたいと思います。来月は、ごめんなさい、日にちがちょっと出てこなかった、11月の、何日でしたっけ。30日かなと思います。ちょっと大丈夫でしょうか。あ、変わっても大丈夫です。11月にですね、あの今回河合先生にゲストで来てくださったんですけども、大阪で同じように、あのもともとは消化器内科でいらっしゃるんですけども、あ、11月21日ですね、あのすぐに、はい、出してくれてありがとう1時半からでございますけども、河合先生にあの今回と同じようにゲストで入っていただきたいと思います。あの研究会はあの本当にあのいろんな科の先生がいらっしゃる、小児科の先生も消化器内科の先生もいろんなあの方がいらっしゃるんですけども、あの腸内フローラ移植というものを一つの共通として、まあ、あの診療科目を超えたというか、臓器を超えた医療というのをあの目指しています。また可愛い先生もとっても素敵なあのキャラクターの先生で、白谷先生とはまた違 もう本当に個性豊かな研究会だなというふうに思っておりますので、はい、あのぜひご参加いただければと思います。はい、今あのチャットもいただいておりますが、一度これで配信の方はあの止めさせていただいて、質問にお答えしたいとか、あのお顔出しでも OK な方はどうぞ直接あの参加してください。